近藤井浜360度パノラマ画像。近藤井浜は沖縄県八重山郡竹富町の竹富島西部にある海岸である。近藤井岬を挟んで海事浜の北に位置する竹富島を代表する海岸である。島の西側に位置しているため、正面に入り表島、小浜島、黒島を望むことができる。また、エメラルドブルーの海は時間により色彩が変化し、 夕日の美しさでも知られる。遠浅で海水浴に適しているが、サンゴ礁や魚類が少ないためシュノーケリングには不向きである。干潮時の水深は浅く海水浴も難しくほどだが、沖合にさすが現れ歩いて渡ることができる。猫が多いことでも知られる。シャワー室、更衣室、トイレ、あずま屋など設備が充実している。シーズン中は飲み物、軽食の販売や、 ビーチパラソル、ビーチチェア、浮き輪、シュノーケルセットなどのレンタルを行う移動販売者が出展する。海水浴場ではないため、海水浴は自己責任。トリップアドバイザーによる2020年の日本人に人気の水辺ランキングビーチ編で3位に選ばれている。また、同社による日本のベストビーチトップ10では、2019年には3位、2017年には6位であった。 2014年11月に、近藤浜近くにリゾートホテルを開発する計画が公表された。事業者はすでに開発許可を得ていたものの、住民への説明がなかったことや、排水の海浜への影響をはじめとする自然や環境への影響が懸念されたこと等から、住民は開発に強く反発し、竹富島を守る会を結成して反対運動を行った。これに対し、 事業者側は2019年8月に守る会の表現を名誉毀損として提訴。守る会側も同年12月に島民を萎縮させ弾圧するスラップ訴訟だとして反訴している。ありがとうございます。